世界選手権はもちろん初めての出場です。トリプルトーループ、出足好調のようです。トリプルフリップ、このオタマのシビックセンターは9800のシートがありますが、ほとんど満員です。ほとんどの人たちが今、みどりさんの演技で圧倒されてるんじゃないかしら。こういうつなぎの部分もとっても上手になってきましたね。そうですね。トリプルトーループからトリプルトーループ。その身長の差っていうのは分かんないんですけども、先ほどの練習を見てますと全然みどりちゃん小さいんですよね。この小さい体であれだけの馬力、はい、143センチで40キロ、リトルジャパニーズガールとこちらのマスコミでも随分テレビなどでも言われています。とても綺麗な変形スピン、トリプルループ、あー、女子のフリーは演技時間が4分です。あとまだ1分半残っています。難しいルッツがあります。あ、ちょっと惜しかった。少しリンクの幅が日本のリンクよりは小さいんですね。公式サイズギリギリなんですよね、ここのリンクが。先ほど練習でもちょっと今のルッツは、つまずいてたんですけど。あと1分です。でも初めての世界選手権、この満員の観客の中でこれだけの演技できるということはすごいことですよ。そうですね。レミさんは初めての時は何位だったんですか。17位です。そうですか。13歳の時ですけども、はい、伊藤みどり選手は14歳です。トリプルルッツジャンプのことなんですけど、男性の場合はまず1番目のジャンプとして飛ぶんですよね。トリプルサルコ、ダブルアクセル、さあフィニッシュです。馬力いっぱいのプログラムでした。日本の伊藤みどり、小さな体ですが、カナダ・オタワの多くのお客様からスタンディングオベーション、立ち上がっての拍手を受けています。来年の東京の大会がますます楽しみになりますね。そうですね。皆さんも立ち上がってですもんね。リプレイが出ます。これがダブルアクセルです。それからトリプルトーループです。だいぶ足の絡むこともだいぶ良くなってきましたね。これが惜しく転んだトリプルルッツですね。ちょっと高さがなかったみたいですね、はい、左側が名古屋の山田真知子コーチ。
もうほとんどあの自分の子供同様にね、伊藤みどり選手とは一緒に暮らしているような感じなんですが、サンキューと言ってますね。あのカナダのサライボオリンピックで2位になったオルサー選手あたりも、もう緑が男でなくてよかったと、みんなすごいジャンプとかそうですよね、先ほど言ってたあのトリプルルッツとかトリプルフリップっていうのは男性でもね、トップ選手しか飛ばないジャンプなんですよね。そうですね、おそらくかなり高い点が出てまいりました。テクニカルメリット、右側は白田コーチですが、5.8 がありますね。5.8 が4番ジャッジと9番ジャッジ、はい、ユーゴとオーストリアのジャッジが高い点、まあ、あのフィギュアの場合には点の高い低いが必ずしもあのそのまま直接順位に影響するわけではないんですが、はい、続いて芸術点です。少し芸術点の方は下がり気味ですが、そうです、ね、でもそんなに差はないみたいですね、はい、初めての世界選手権で本当に立派によくやってくれました、はい、日本の伊藤みどりのフリーの演技でした。